どうも皆さんこんにちは、カイトです。お久しぶりですかね。まっすぐ撮るのって久しぶりじゃないですかいつもだいたいカメラマンに徹したりしてて、まあちょっとイメージムービー作ったりとか、あの PV っぽいのをなんかちょいちょい投稿はしてるんですけど、こうだいぶお久しぶりな感じでして、今日は何をするかと言いますとですね、めっちゃもう汗ばんでるんですけど今日は明日キャンプ行くので、そのキャンプの下準備をやっていこうかと思います。はい、でちょっとねバックグラウンドに音楽鳴ってるんですけど、これ大丈夫なやつですこれアートリストって言って、あの年間契約している人は、まあ、無料じゃない、なんて言ったらいいの、あの商用利用が可能で、なんぼでも使えるっていうやつで、ちょうどいいやと思って、これプレイリストで流しとけば、あとで BGM つけることをしなくていいじゃんっていうのに気づいて、今ちょっとこれを流しながらやってるんですけども、まあなんせ今撮ってるカメラが ZV-E10 に、14mm の GM レンズをつけてます。贅沢でしょこれ贅沢なんですよ。 APS-C 用のレンズをつけろっていう話なんですけど、いや手持ちでなくて、唯一あるのはこの GM じゃないタムロンさんの 18-300mm っていうこのレンズですね。おこれですね、はい、これを持ってるんですけど、これがなかなか良くて最近よう活躍してます。イベント系が少なくなったとはいえ、まあ最近になってちょいちょい復活はしてきてるんですけども、ライブ配信はやっぱりずっとあって、そのライブ配信でねこれが結構届くし弾けるしで、何かあった時に結構これ一本つけとけば、あの割と対処しやすいっていう。で割と20メートル以上離れててもこんぐらいのサイズで抜けたりするんで、すごい重宝してるんですよね。っていうのはまあ置いといて、今日は違うんですよ。ギアじゃないんですよ。ギア紹介じゃないですよ。今日はもうね、今もうちょっと下ちょっと振りますねカメラ。なんせね14ミリをつけてるとはいえ、換算でなんぼやろ、多分22、3ミリぐらいじゃないですか。全然ね入らないですね。まあでもこのぐらいでいいです。明日持っていこうとしてるのが、まあちょっとこう中全部開けてたらキリがないですけど、あれですね、こういうさ、棒に1本棒渡して物干し竿みたいな感じにして、そこにいろいろ引っ掛けられるやつですね。こんなちっちゃくなるんですよ。だこれを組み立てればね、大きいなんかの物干し竿になるんですよね。でまあこういうのとか、まあ一応これ念のために水を持ってってます。これいいんですよね、ナルゲンいいんですよ。これ蓋にシリコンが何だったっけな、特許技術かなんかだと思うんですけど、シリコンがないんですよ蓋に。わかります？まあわかりづらいですけど、蓋にシリコンがないのに防水っていうか、あの水が漏れないんですよ。いやこれすごい技術だなと思って、なんで必ずこれは持っていこうかと思って毎回入れてます。でこれで美味しい、まあ、紅茶を入れてね、皆さんにこう飲んでもらおうかと思ってます。でこういうのとか、まあ、これがいいかな。でウェットティッシュとか、あとランタン、まあ、あの形が好きだったんでプリムスのこのランタンですね、入れてみました。でこれはなんだったっけな、なんとかガソリン、ホワイトガソリンじゃない、なんだったっけな、まあなんせガソリン系が入ってます。でこいつは何のためかというと、あのパズーが使ってたランタンをなんと西脇さんがプレゼントしてくれましたあのパズーのランタンですよ。あれをつけるためのこのまあガソリンですね。はい、なんかちょっと名前覚えにくいですよねこれそれでよいしょ、まあランタン用のプリムスランタン用のあのガスですね。とりあえず夜道危ないので、こういうのでね、こういうヘッドランプとか持って行ったり、まあ一応こういうね懐中電灯持って行ったりします。あこれ最近買ったんですけどね、燕三条の馬場町っていうところですかね、馬場町さんの斧です、手斧です。いやーここちょっとね斧迷ったんですよ、どういう斧がいいかなって。でもねこういうハンドアックスっていうんですか、こうちっちゃめのサイズで
振り下ろすではなく、コンって一回打ってカン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 ってやるタイプのこいつにしましたね。綺麗じゃないですか、ね、いいですよね。わお、かっこいい。でファーストエイドキット、一応あの基本的なものは入れてます。まあ包帯がある。なんだあと、なんだ、何入れたっけ、なんか鎮痛剤っぽいやつとか絆創膏とか、肌に優しくウイルス細菌に効くリピノアジェル。あー、だからちょっとまあ水で洗ってこれでさっと消毒の代わりになるんですかね。水なしで、あ、水なしで素早く消毒できるんだって。これすごいね、水なし消毒ができる。でまあ、 私お気に入りのスノーピークのハンマーですね。この銅がいいですよね。銅がこの食い込むんですよ。しっかりペグに食い込んで、こうなんかしっかり当たってるっていう感じが、フィット感が、フィット感じゃない、打撃感ですよ。打撃感、打撃感がねすごくいいんですよね。でまあこれとか、まあ、これもスノーピークの、 ブロワーです。まあ、掃除機にもなるんですよ。ここにねノズルを刺せば掃除機になるし、ここにノズルを刺せばブロワーになるっていうやつで、まあほとんどのブロワーは同じです仕様は同じです。ただスノーピーク製が可愛いっていうだけでこれ買いました。でこれの用途としては、まあ、単純に掃除をしたりとか、最後の撤収の時とかですね。であと夜露をね、これでバーって吹っ飛ばすのがね快感なんですよ。やっぱテント の撤収ってすごい大変で、なんていうんですかね、晴れてたらいいですよ。でも曇ってたら夜露が全然取れないんですよ。なんでこれでバーって飛ばして最後乾かすっていう荒技ですね。まあでもその方が私みたいなこの、まあ、狭いお家に住んでる人たち、お庭を持っていない人たちにとっては撤収前にきれいにすることで、帰った後にわざわざ広げて干さなくてもまあええかなっていう、まあ、ズボラな人向けですね逆に。後片付けっていうんですか、尻拭いしなくて済むんで楽です。えい怪我しそいつか。これね、オルファさんのナイフですね。まあだいぶ使い込んでるように見えるでしょう。これ違います、1回のダメージがこれですこれで薪割りしようとして頑張ったんですよ。バトニングガン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 って全然割れなくて、まあ節があったからなんですけど、やっぱねこれは削る、せめて削るよ削って、あと何だろう、何するようだろう、うん、もうバトニングの跡が見られますね。ここにもうだいぶえぐれてるじゃないですかこれは大変。いや、ナイフでバトニングってマジで大変ですね。知らなかったです。まあそのおかげでお、買ったそのおかげでこの手斧を買ったんですけどね。これならばナイフに比べて、これならば1キロも近いこれだったら結構しっかり切れるんじゃないかと期待してます。これドクターショールかな、ドクターショールの足用の、殺菌スプレー、まあ、防臭スプレーですね。まあ、もし仮に足が汚れてで、まあもし仮にお風呂に入れなかった時とかに、まあ、こういうのいいですよねっていう話ですはい。まあ、このためにですね、別に毎回ちゃんと温泉入ったりお風呂入ったり、まあ、温泉ですね、温泉地のキャンプ場を利用してるんで温泉に毎回行ってるんですけど、まあ仮に行けない時が来たら、そういった時にやっぱこういうのも必要ですし、そのために下着も買いました。すごい高級な下着で6000円ぐらいしたかな。登山グッズの、まあ口実山荘っていうところがあるんですけど、登山系のそういうショップに売られてる下着ってすごい機能的なものが多くてすごい高いですよなんせ高い。ただそれを履けば1週間ぐらいまあお風呂入らなくても匂わないというか、それってすごくいいですよね。蒸れない、匂わない、これやっぱりね、まあ、男性も女性も等しくデリケートケアはすごい一番ね命かかってるところやと思うんでね、そこさえなんとかなれば、あと体臭くなってようが、まあ問題ないじゃないですか。だからそういう下着をねわざわざ買いました。でキャンプの時だけしか利用してないんですけどねもう普段全然使わないんで、もうやっぱそういう高い下着って履けないんで、もう怖くて履けないです。もうお金かかってるんでね。あと、まあ、ペグでしょ、よしよし、
あでもね、このね、このペグね、このペグ見た目すんごいかっこいいんですよ。ほら、見た目はすごくかっこいいです。見た目はね、見た目はですよ。何が微妙かっていうと、これね、形が、まあ、四角って何て言ったらいいんだろう、このカクカクしてるんですよね。そのためネジネジで抜けないんですよこれあのねじろうとしてもこうなるんですよ。だからもう緩められないんですよね。だから思いっきりゴンゴンゴンだとか、あのテコの原理でなんかこうギュッギュッってやって抜くしかないんですよこれ。だから普段あんまり使わなくなりましたけど、まあ数が足んない時にこの刀ペグっていうんですかね、これ使ってます。だからこれ本当パワー系の人にはおすすめですけど、あの力のない方には丸ペグをおすすめします。まあただしね、抜けないってことはそれだけテントもね、強風に煽られても安心っていうのはあるんですよね。よし、ここはこんなもんか。これはこんなもんですね。こういうね、あのランチョンマットがあればテーブルの上が汚れなくていいんで、あの油跳ねとかね、あの何かしら汚れるんですよ絶対。で毎回拭くの大変なんで、こういうのでもう敷き詰めてしまってます私は。よし、こうしよう。こちら、こっちはキッチン系のキッチングッズですね。まあ必ず私これは持っててます。100均で売ってるね、アルカリ電解水かな。これでもうあのトイレットペーパー、あ、トイレットペーパーじゃない、キッチンペーパーでガンガンに拭いて、その水洗い、まあ本来だったら水洗いしないといけないものとかを全部これで済ましてます。そのおかげですごい時短もできるし、わざわざこう炊事場に持っていかなくても済むし、なんかすごいあの楽なんですよね。自分の拠点周りで済むんで、全てそれがありがたいですね。あ、これ私の大好きなレディーグレーっていうお茶ですね、紅茶ですね。この紅茶ね、多分聞き馴染みない人もいると思うんですけど、アールグレーってあるじゃないですか。アールグレーってその、グレー伯爵って意味があるらしいんですよ。アールには伯爵っていうのが、伯爵って意味があるんですかね。で、そのグレー伯爵の奥さん、レディーグレーさんがよく飲んでた紅茶がこちらだそうです。ね。いやー、そうなんですよ。なんでこれキャンプで毎回飲んでます。大好きです、これ。で、色も可愛いしね。もうスポンって置いてても可愛いよね。水色大好きなんで。いやー、このカラーは最高。で、あとは、まあこういうね、ガス。で、まあ、ガス。トマト缶。まあ、何かあった時用の、なんかあの、火がつきやすい、火付け役みたいなやつですね。とかクッキングペーパーとか、うん、でこっちの中に、あ、この中にはあれかな、モンベルのクッカーセット、ここにね、まあ、コップとか、まあ、タンブラーか、タンブラーとか、多分クラウドファンディングでゲットしたタンブラーっすね。はい、もうこんちゃんとねこうやって塞げるんで、まああったかい飲み物とかをこうやってコーヒーとかをねこうやって持ち歩ける持ち歩いて、まあ多少こう漏れないんで、うん、いいですよね。キャンプって何かあってバーンって落ちたりするんで、そういう時いいですよね。よいしょ。まずこれがチタンの何やろ、これ何て言ったらいいの、エヴァニューだからな、チタンエヴァニューのティーポット。そうなんですよ、ティー専用ってわけじゃないですけど、普通にお湯沸かしてこれでね、あのいろんな用途に使ったらいいんですけど、これ形がねこう丸っこくなってるじゃないですか。ここで対流が起きるようになってて、茶葉とかがここで踊るんですよね。だからまあティーポットとして使えるっていうチタンのティーポットなんか何回言うねまあ私あの紅茶を入れたいのでずっと探してたんですよ。でもティーポットってガラスなんですよね大体。なんかね、たまたまこういうチタンでこういうの見つけて、うわもう最高っつって買って、もう家でもこれ使ったりしますまあ練習がてらやってるんですけど、だいぶね使い込まれてきて、うん、味が出てきてますね。まあチタンなんでね、なんせチタンなんでめっちゃ軽いっす。
こんな軽いのはやっぱマチタンだからこそならではですね。でこっちも愛用してる外のバーナーです。あーなんか落ちた、大丈夫か、よいしょ。こちらね、これあもうだいぶあのお米を炊きすぎて研ぎ汁が、研ぎ汁っていうんですかね、そのお米のあの沸騰したあのお汁がここについたりしてちょっと動きが悪くなってますけど、いやこれいいんですよね。まあお値段はそこそこしますけど、まあ普通なんですかね、このぐらいのバーナーでは。まあこれが若干使いづらそうに思えるんですけど、このぐらい長さあって逆に良かったんかな、よかった、どうなんだろう。ちょっとプリムスもいいなと思ったんですよ最初。ただプリムスの場合はこのね、缶の色がね黄色なんですよ。こっちやったらほら可愛くないですか、外ってね、このデザインがねすごく良くて、ほら普通になんか親和性高いですよね、どこに置いてもなんか別に映えるみたいなそれもあったんで、まあこっちの外のバーナーにしたんですけど、これがねなんせ 別売りなんですよ。これ気をつけてください。あの標準でついてるこの五徳っていうんですかね、がすごくダサくてすごく使いづらいんで、必ずこの別売りのこいつを買った方がいいです、抱き合わせで。まあちょっとお値段はしますよ、ただ絶対にこれを買った方がすっごい楽です、マジで使いやすいです、安定します。割と大きいフライパンでもこれで安定するんで、うん、でこんなちっちゃくなる。でこれをこの中入れてよってやって、であとはこのティーポットの中にポイって入れて、私はね、まあサイズジャストじゃないですよ、ジャストじゃないですけど、まあこうやって軽く蓋して、あとはもうこうやってね、ああよいしょよいしょ、いやもうこれはいいサイズ感じゃないですか。あったあったあった、ね、いいじゃないですか。でタイベック製のね、こう丈夫な、まあ布って言ったらいいのかな、うん、素材、この繊維素材、これもいいですよね。でこれをまあこの中に入れて、モンベルのこのクッカーセットの中に入れて持っていくんですが、よいしょよよよ、これこれこれ、めっちゃ高いメスティンじゃない、メスティンじゃない、これなんだっけ、スキレット、めっちゃ高いスキレットを買っちゃったんですよね私。これもまたあのツバメ三条で、ツバメ三条ね、仕事で行ったんですよ最近。でその時にいろんなツバメ三条のその金物系を全部巡ったんですよ。そしたらもうね、取材先で毎回買ってしまって、いやもう爪切りも買うし包丁も買うしスキレットも買うしで、結果、まあ、ギャラの多くを失ってギャラの多くを失ったんですけど、まあ、それでも後悔せん買い物でした、もう最高でした。まあ、これね蓋があって、いやー私初めての鋳物です、鋳物、鋳造物ですね。でこれがいいのはね、この取っ手が分離されてるんですよ。でこの取っ手面白いのがスライド式なんですよ、わかります？はい、スライド式です。どうなるかというと、はい、頑張って、はい、オリーブオイルで育てました、はい、これつけますね。これね、こうスライドでつけるんですけど、力をかけなければスッと入るんですが、力をかかってる状態ではほらスライド落ちないんですよ。これはなんかの聞いたところ、偶然だそうです偶然そうなったおかげで、あ落ちないやん、おいいやんってなって、はい、もちろんね無茶やれば落ちますよ。こうやってこうこうジャンピングさせてたらさすがにスライドはこうなるんですけど、普通にこうやってる分には落ちない、素晴らしい。なんかもうこれでスッってやって、まあこういうのとかにね使ったりとか、こういうので蓋してみたりとか、いろいろできる、できそうですね。はい、これも楽しみです。はい、これもですね、あ、これ、はい、これは
クラウドファンディングでゲットしました。こういうねキヘラすごい好きで、これ薄くて軽くてなんやろな、手になじむんですよね。で私あの左利きなんで、右利き用のヘラってここがこうなってなんかなってるじゃないですか。だからそういうのって合わなかったんですけど、こうやってほらこの右でも左でも構わへんよっていうやつってマジでありがたくて、いやこれすごい手になじむ、本当に手になじむ。クラウドファンディングでゲットしました。どこだったかな、これちょっと忘れちゃいましたけど、これすごくいいです。こういうねキヘラって出会いですよね。やっぱ出会ってしまったらずっとこれ使い続けますね。こちら、はい、よいしょ、はい、ちゃんとケース付きですね。まあこのケースはあの買ったんですけど、よいしょ、はいはい、わあ、これもツバメ三条の名前忘れちゃった、名前忘れちゃった、ただふさだ、ただふさ、ただふささんの包丁です。かっこよくないですか。なんかねとってもおしゃれなんですよ。ほらとってもっていうのはあの欠けてないですよとってもおしゃれなんですよ。ほらかわいくないですかね。ちょっと木の色も若干ね渋みというかちょっと落ち着いたカラーですよね。ほんでいやこれもね作ってるところをね撮らせていただいたんですけど、やっぱすごいな、もう職人さんがねあの暑い中をねガン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 ってやってジュッてやったりしてねこれを鍛えてるんですけどね、いやーこれは見事芸術ですね。これをねこの三徳包丁と、あれこっちで当たってる、こっちか、三徳包丁とペティナイフ両方買いました。で今回も持っていきますと。いやこういうね木のねケースもついてる、ついてるっていうあの売ってるっていうのはねすっごく嬉しい。やっぱね何のために買うかっつったらやっぱ外でも使いたいからねこういうのは、だからわざわざ包丁買ったんですけどね。この威力高めなバーナー、これいつもねよいしょ、すごいっすよ、すごー、ライトセーバーこいつもねよいしょ活躍してます。じゃあこいつこの中入れとこ、よし、お次はよいしょ、あやっと顔見えましたね、どうもお久しぶりですでお次はですねこのノースのねこのカトラリーケースっていうんですか、これもなかなか良きです。はい、重さも軽くて繊維も丈夫で、しかもなんかネットがね中に入ってて乾かせるんですよね。こういう感じ、あれちょっと、こういう感じで乾かせるんですよ。いやこれはいいな、これはいいな。で肝心のね中身なんですけど、中身がよいしょ、まずねどんだけ買うねんあやばい目に引っ張られる、これシェラカップ、いやーほんとどんだけ買うねんっていう量なんですけどまずねよいしょ、この2つ、これはあのチタンです、チタンです、めっちゃ軽い、やっぱチタンはすごいね。ただ私ねまあ見えにくいかな、ちょっと焦がしてるんですよねやっぱ焦がしちゃう、下手くそなんよね。で、まあ、こっちはどこだったっけな、これはユニロイさんでキャンペーン中だったかなんかでいただいたやつです。いや嬉しいよね、シェラカップいただくなんて。だからスキレットを買った時ですよ、その時についてきたってやつです。でこれはまた別で私が個人的に買いました、このアッソブっていうメーカーさん、見えるかな、アッソブさん、これがね私好きなんですよ、このメーカーさん結構好きで、でここのこれは多分ステンレスあれステンレスやったかな、確かステンレス、金属に対して加工をすることで黒色にしちゃう、被膜を貼る、わかんない、ちょっとここら辺の専門的なことちょっとわかんないんですけど、一般的なブラックって上から塗料を塗るじゃないですか、そうするとコーティングが剥げてくるんですよね、使っていくうちに。ですが最近のトレンドはもう変色させるっていうんですかね、黒くさせるまあ厳密には黒じゃないんですよ、こうやって反射によって色が変わるんですよ、まあ、そこがすごく気に入って、なんて言うんだろう、酸化被膜違うかな、ちょっと分かんないんで、これはまあ調べてください
まあ、ただすごく色気持ちいいってない、ね、すっごい色綺麗なんで、私はもうこれを3つ買いました。いやこれ高かったですけどね。でもちょっとやっぱ重い、うん、チタンに比べたらもう段違いで違うんですけど、まあでもね、シェラカップってあればあるほどいいです。あのすぐお皿ってなくなるし、紙皿なんてねエコじゃないじゃないですか、まあ、こういうので長く使ってあげた方がいいじゃないですか。ということで私とりあえずシェラカップこんだけあります。でよいしょ、これちょっと一目惚れしちゃったんですけど、これはねどこだったかな、バベアボーンズベアボーンズです。ベアボーンズ、はい、ベアボーンズさんのこのボールですね。はい、いいっすね、ベアボーンズさん。すごいなんか金縁で、セラミックですこれ、うん、セラミックなのに、あ、セラミックだからか、セラミックですごく薄くて軽いんですよ。うん、これなんかちょうどいい、しかも何にでもできるじゃないですか、何にでも使えるじゃないですか。カレー、まあ私の場合カレーしかないですけど、すき焼き、焼肉、まあ何でも使えるいやちょうどいい大きさだし、まあただ高いんで4個までしか買えませんでした。私の資金力ではもう到底全部買い揃えなんて無理で、あとはこれね、怪しい葉っぱなんですけど、この葉っぱが、こっちはカスリメティ、あ、見えない、カスリメティどんなんかっていうと、こんなんです。カスリメティ、すごい香りのいい、うん、カレーでよく使われるやつです。でもう一つがマジョラムってやつですね。こっちはマジョラム、これをねめっちゃ買いましためっちゃ買ったんで、まあこれをこうやって小分けにして持っていくっていうね。だからもう本当にこれだけで見たら怪しいっすよねめっちゃ怪しいなこれだけど、まあ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 、いいじゃないですかね、これを大量に振りかける喜び、カレーにこれを振りかける喜びですよ。いや楽しみですよね。うわー、もうね、早くカレー食べたくてしゃあないですよ。やばいやばい、んえい。で、まあこっちにも、はい、タダフサさんのペティナイフですね、これは。ペティナイフやっぱ綺麗ですよね。やっぱ刃物って綺麗だと興奮しますね。いいっすね。ただ扱いは慎重に。よし。で、まあティースプーン、あー可愛い、これ可愛いやつ。はい、ちょっとねメーカーは分かんないんですけど、これベースだったかな、ベースっていうアプリで売られてたんですよ。いや綺麗じゃないですかこのレジンアートが。ちょっとね波打ち際を再現したみたいな。まあもうちょっと個人的にはこの幅がこっち側に来てもよかったなと思うんですけど、もう個体差があるんで、たまたまもう運が良ければっていうやつですね。まあでもこれはこれで気に入って私使ってます。はい、ただ熱物、熱いものは使えないんですよ。レジンなんで溶けちゃうかなんかですかね。ニンニク切ったり野菜切ったり、それ用です。でその代わり鍋敷きはちゃんとね別で用意してます。これかわいいよね。これどこだろう、これちょっとわかんないですけど、これも見つけて、あ、かわいいってなって買いました、すぐ。うん、ここはこんなもんかな。まあ、こんだけあれば足りるでしょう多分。あ、肝心のカトラリー、いやいや、みんなね箸忘れたりするっすよね。せい、自分の箸はちゃんと一応あるんですよ。スノーピークのこの折りたたみ箸っていうんですかね、折りたたみ分離箸か。よいしょ。でちゃんとこうやって別でカトラリーを用意してます。あ、ちょうど見えるかな。よっ、はい、まあまず安いとこから行こうか安いとこから行こう。はい、あ、これはねよく見るダイソーでよく見るやつです。100均のスプーン、木スプーン。でもね、木の割にはねしっかりしててね、もうだいぶヘビロテしてますけど全然余裕で、うん、なんか へたれるっていうわけでもないですけど、うん、ずっと使えるなっていう、軽いし、うん、で、お次が、まあ、ここら辺でいいか。まあ、この今銀っぽいやつなんですけど、これ全部チタンです。フルチタン、フルチタン、
99.9% チタンですね。医療グレードとも言われるのかな、はい。まあ、金属って、やっぱ使っていくうちに溶け出すって言うんですよ。私はその溶け出す感覚は分かんないんですけど、これはもう耐腐食性だから、腐らないし溶け出さないし強いしで、まあ、軽いし、その比重に対して軽いしっていう特徴があるんで、まあ、安心して一生涯使えるよっていうので買いました。はい、まあこういう一杯ね買いましたと。でお次が最後がこれですよ。はい、私の大本命。はい、これ何だと思います？いやいや、キースプーンでしょキースプーンでしょって。ここ見てください、ここ可愛くないですか。あれ見えるかな、ピント合うんかな、そもそもピントが合うんかどうか。ここです、ここです。うわー、ピント合わない、可愛いっすよ。このワンアクセントっていうんですかね、かわいい。このスプーンね、これも燕三条の、包丁の取っ手部分とか、いろんなそういう木系の木細工を扱うところ、名前ちょっと忘れちゃったな、名前何だったっけな、そこのスプーン、これもめっちゃ高いですよ。あ、でも1本で3000円ぐらいかな多分。いや、まあまあ高いんですよ。でも考えられてるんですよ、重心が。でこれが蘭渓荘っていう、最後にちょっとお泊りした宿があって、そちらのおかみさんがいいとこ目つけましたねと、これ私ももうめちゃくちゃおすすめなんですよって言ってて、私の愛用しているスプーンですって言ってて、あ、そうだったんですねみたいな。いや本当に持った感じ、重心がここにあるのか軽いんですよね、うん、いやもうね、いや軽いんすよもうこの先の重さを感じない。だから多分ね、ダイレクトに食べ物のみの重量を感じながら、でこのね、ここもねすごいんすよ。わかります？あれちょっと見えるかな。いやーこれね、ピント合わないね。そうそうそう、薄いんすよ。だ、口当たりを優先した形なんでしょうねきっと。うん、いやそうなんですよ。だからこれでカレーを食べたら一体どうなるんやろ。カレーを食べたい、これでカレーを食べたい。だからこれはもう私のスプーン、うん、でも決定してるんで、もうこっちはまあ誰が使うか分かんないですけど、まあ、運が良ければ、うん、運が良ければこれ使ってくれっていう。よし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 、いいぞいいぞ。はいはいはい、カトラリーもこれでバッチリ。これ多分ね、もうほぼほぼ準備 OK じゃないですか。キャンプってすごいね、この準備段階が楽しいよね。忘れてました。あれ表じゃない、こっちや。ピント合わねえな。そう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 、はいはい、これです。オリーブオイル、これレイクンオリーブオイルって言って、燻製です。レイだから、冷たい方の燻製、わかんない、これ低温燻製って言ったらいいのかちょっとわかんないけど、レイ君ですのオリーブオイル、なんかすごい香りがいいんですよ。これを贅沢に私はサラダオイル代わりに使います贅沢でしょ高いんですよこいつ、3000円ぐらいかな、うん、3000円ぐらいするんですけど、はい、いやこいつをガンガン使ってます。いや、まあ、キャンプの時だけですよ、キャンプだけですってば。はい、いやもうキャンプぐらいはね許してください。そういう楽しみがやっぱりね、特別感を味わいたいんですよキャンプって。だからこうガジェットも用意するし、こう便利にするんですよキャンプを。だから私たちがやるキャンプってそういう いわゆるガチキャンパーからしたら邪道かもしれない、暮らしを豊かにするものを持ってっちゃうから私たちは。でもガチの人って逆にこう洗練していくじゃないですか。でいかに自分だけでサバイバルできるかっていうところ、まあ、大事になってくると思うんですよね。だって火起こしとかもしっかりとね、ナイフと、火打ち石と何て言うんだ、フェザースティック頑張って作ってとか、もう私たちなんてもうバーナーでギューってやるだけです。バーナーでギューって何まあそういうことなんですよ。だから私たちは便利なキャンプライフを楽しみたいっていう税です。
ぜ。はい、じゃあね、あ、よいしょ、ペーパータオル入れとこ。よし、ここはこんなもんだな。いいよねこれ。で持てるし、吊り下げられるし、横にもハンドルあるし、ちょっとねやっぱお値段は高いです。このなんていうんだろう、これハンギングカトラリーボックス、うん、わかんない。これって結構値段するんで、いやこれにこんだけお金かけるのはちょっとなっていう人は、もっと別なやつを買った方がいいです。はい、私は単純にノースが好きっていうのと、あと機能性、軽さ求めた時に、あ、これやなって思っただけなんで、はい。ラストじゃないけど、はい。これはアッソブのスパイスバッグっていうんですかね、スパイスバッグ。よいしょ。まあいろいろとね入れてますと。見えるか。これ100均の塩。うん、いろいろあるよ。いろいろある。ローリエ、はい、ローリエ、ある程度ね、こう玉ねぎとかがコトコト煮込めてきたら、これを投入してね、こういうのとか投入して、こうシナモンスティック、あった、はい、こういうのね、シナモンスティックとか投入していきます。あとなんだろう、あとクミンが必要だね、クミンシードどこ？あった。ああ、だいぶ、量使っちゃってんな。まあ、どこにでも手に入るやつですよ。クミンシード。こういうのを入れて、コトコトさらに煮込んでいくと。よいしょ、いいですよね。カレーいいですよね。いやー、スパイス、最高。で、クミン、粉バージョンもあります。まあ、後付けでね、調整していくように。で、神戸スパイスさんの、この、カレーパウダー。これがね、味整えるの簡単なんで楽なんですよね、これ。まあ同時にケイジャンスパイスとか、あとターメリックパウダー、うん、これもどっちも神戸スパイス。はい、よいしょ。で、まあ塩、味の調整用ですね。で、カルダモンもいいですよね。頭もいい香り。うん、いい香りだわ。で、これね、どこだったっけな、ヨドバシカメラの中にある、石井スポーツだったかなのとこでちょっと買ったんですけど、これなかなか珍しいですよ。ニンニクハーブ調味料。ニンニクとハーブ入ってるんですよ。だからちょっとラストの追い込みにいいですよね。追い込みってないね。追い込みスパイスですね、これ。ラストの追い込みスパイス。さあ、どんどん入らなくなってきましたよ。で、ここからはもう代表的なやつですよ。はい。クロセのスパイス。そして、堀西さんの辛いバージョンのスパイス。辛口スパイスですね。はい。西脇さんがね、辛いの大好きなんですよね。私の5倍以上、いや、10倍ぐらい辛さを求めるんですよ。なんでこれとかあとケイジャンスパイスとか用意しとかないと。カイトさん、僕ね一個だけ不満があるんですよ。もうちょっと辛くしてくれたらありがたいですって似てないかもしれない。そう言われちゃうんで、まあこうやってね用意しといたら、まあさすがにこれでもグーの根も出んだろうと。よしよしよし、うん、これで完璧じゃないですかね。あとはですね、大物が多いので、なかなか紹介しきれないんで、ちょっとまあ口頭になるんですけど、小川さんの、キャンプテーブル、すごいなんかしっかりしてて、デザインも良くて軽いんですよ。それが一つと、ヘリノックスのテーブル1が一つと、まあこれ二つですね。で、西脇さんもテーブル持ってきたり、テントを持ってきたりするんですよ。で、私の方では、4人ぐらいが行けるスノーピークの、エントリーモデルかな、5万ぐらいのやつですね、のテントと、あとグランドシートだとか、マットだとか、インフレータブルマットとか、これはワックだったかな、ワック WAQ ワックさんのインフレータブルマットとか、あとなんだろうな、ヘリノックスの
コット。コットは私用です。はい。何人かにはそのテントの方に寝ていただいて、私はまあ西脇さんのテントの前室っていうんですか、寝室じゃない方、前室があるところなんですけど、そっちにコットを立てて、私の場合はですね、山系のそのお店ですごい分厚い1センチか2センチぐらいある分厚いなんかのマットがあるんですよ。それをさらに敷いて、コットの上に敷いて、でヘリノックスの純正のコット用のダウンがあるんですよ。コット用のダウン？いや、そうなんですよ。すごくないですか？ダウンをコットにつけるっていうをつけて、私自身は寝袋がマイナス20度まで対応してる、まあ多分嘘ですけど、嘘ではないか、マイナス20度まで一応耐えられるっていうやつ、あれ多分有名な、ベアなんちゃらベアなんちゃら、はい、で寝ると。私は多分それで今回の冬キャンはいけるんじゃないかと思ってるんですけど、これちょっと分かんないです。やってみると分かんないです、はい、これちょっとね、また現場で実際に、まあ、撮ってみて体験してみて、まあ結果レポートできたらなとは思っております。まあ大まかに持ってく 大きい機材はこんなもんかな。であとはまあ私のお気に入りの、はい、これビート内藤さんが使ってるじゃない、これビート内藤さんが作ったエプロンです。ビートキャンプエプロンです。わ、似合ってないんですけど、好きなんで、こういうのをつけてやるの好きなんでやっちゃうんですけど、やっぱね、変なおじさんに見られますね。まあで、私お気に入りのこれ、カラーが好きなんですよね。ノースの手袋、防火手袋かな、ノースの、うん、すごい、なんていうんですかね、握りやすいんですよ。ゴワゴワしないの、握りやすい。それがすごい。岩谷のカセットコンロかな、よいしょ、よく見るやつ、キャンプにおすすめっていうやつ、まあ、一時期売り切れてたりしてちょっとなかなか買えなかったんですけど、ね、これもよう使ってます。ヘビロテです。これいいですよね。ちょうどいい大きさだし、まあ、火力もあるし安定してるし、なんかバーナーがちょっとガス切れ起こしたらもうこいつを使ったりとか、まあ、逆にね、こっちがガス切れしたらまあバーナー使ったり、まあいろいろね、まあ、2個あった方がいいですよね。キャンプといえば焚き火なんですけど、私の場合は焚き火台という選択肢ではなく、まさかの、わあ、もうだいぶ変色してる、すごいね、ロケットストーブ、まあ、中にちょっと筒が入ってるんですけど、これをね、ここに刺して長い筒なんですけど、まあこう置いて、まあこう下にね、スタンドを立ててね、置いて、でここから薪を入れていくと。そうすると煙が全然出ないんですよ。まあまあこっからは最初出ますけど、ある程度行くとなんか完全燃焼を起こして煙出なくなるんですよね。ですんごい綺麗な炎がこっから出る。でここでも板を敷けば、なんていうんですかね、まあ、夜間とか置いて沸騰させることができるぐらいめちゃめちゃ熱くなるんですよ、ここ。もう触っちゃダメですけどね、はい、だこういうのを持っていこうかなと。こういうなんていうの化粧ポーチじゃないけど、化粧水とか歯磨きとかそういうのもね、これベッドで、これベッドちゃんとバッグに入れておくといいですよね。私はこれピークデザインのやつ使ってます。かけれるやつ、ひげ剃りとかね、そういうの入れたりする、よいしょ、お手軽。ああ、完璧。あとは私の撮影機材ですね。今撮ってるこの ZV-10、 これね、やっぱあれですね、高音には弱いですね。まあ仕方ないんですけどね、さっきもちょっと止まっちゃって、まあ、4K で撮ってるのがまあ悪いんですけどね。 4K やったらそんなもんですよね。で、まあ ZV-10 に、まあ、14mm つけて、まあ、たまに 24mm とかこうやって持ってきてるんですけど、はい。で、あとは、こいつ、最近出たばっかの7200の GM2 ですね。はい。いや、いいんですよ。これね、ちっちゃいんですよ。軽いんですよ。1キロですよ。
いや、めちゃくちゃ軽い。しかも絞りリングとかあって、なんかコントロールするスイッチが増えたみたいな。めっちゃ増えてるんですね。いや、やっぱ軽いっていいですね。軽いくせに光学的には進化してる。そして手ブレ補正もついてて、この小ささですよ。でもっとなんか握りにくかった気がするんですけどね。いや、これはいいわ。で、これと FX3 をセットで、まあ、これでズーム系は全部やろうかなと。で、引きはワイドはもうこの ZV-10 だけにしようかなと思ってます。いや、正直こんだけ持ってって全部使うかって言ったら使わないです。使うわけがない。絶対忙しいんですよ。料理せなあかんし、テントも立てなあかんし。結果めっちゃ忙しいんで、まあまあ持ってくだけ持ってくってだけです。で、さらにこのアルファ1 アルファ1ですね。はい、はい、アルファ1、こちらも持っていきます。で、こいつにはタムロンの35mm から150mm ですねの2から 2.8 のズームレンズ。もう単焦点気分ですよね。全部単焦点。いや、これもね、すんごい画質いいんですよ。ただ重い。やっぱちょっと重い。1.1 キロちょいあるのかな。うん、で、さっきの、その70-200と比べると、やっぱこっちの方が重く感じるし、太い。で、手ブレ補正はついてないです。はい。残念ながら、ついてないんですよ。だから動画にはちょっと向かないんですけど、まあこういうね、ボディが手ブレ補正ついてるやつは問題ないですよね。はい。なんでこれはまあ写真用かなと。いや、アルファ1持ってくって感じですけどね。一応もしかしたら使いたくなるかもしれない。そういう時にあればなーっていう、あればなを叶えてくれるやつですね。はい。で、あとは、ね、はい。これ、久しぶりに使います。はい、これ、インスタ360の1インチ 1R ですね。はい。懐かしい。いやー、だいぶ久しぶりに登場したんですけど、まあ、アップデートもだんだんこうね、進んでって、使い勝手良くなってるんですよ。徐々にですよ、徐々に。なんで、まあ、今回使おうかなと。やっぱ1インチもあるんで、その暗いとことかに強いし、ちょっと一回タイムラプスとかスターラプスしてみたいですよね。これで星空を撮りたい。まあ、撮れるかどうかわかんないですけど。っていうので一応持っていきます。っていうことですかね。うん、こんなもんですね。こんな感じで、機材は構成してます。じゃあ、私、これで、キャンプ行ってきます。果たして、果たしてどんなキャンプになるか、もう想像もつかないですけど、やっぱ寒い。冬。ね。まあ、冬っつってもまだ入り口ですけどね。冬の入り口ですけど、それでも寒いんで、多分明日6度、もうちょい下がるんかな。まあ、山じゃないか。海側だ。海側だから、風が強いんで体感もちょっと下がるかもしれないですね。で、ちょうど音楽も止まったな。まあ、と言いますことで、はい、駆け足ではございますが、このキャンプ下準備編をだらだらとお送りいたしました。はい、ということで行ってきます。